春は中距離、秋は G1、惜しくも2着、カテゴリーを超えて躍動する黒い剣客、ペルシアナイトの池井調教師です。よろしくお願いいたします。ちょっとまず前走、ちょっと振り返っていただきたいんですが、休み明けはね、いつもね、5着っていうのは多いんですが、でも今年は、今回は、ね、前走4着だったので、いつも少しはいいのかな。その少しはいいまま、本番を迎えれそうですね。そうですね、やっぱり一度使うと上積みの大きい馬ですから、いつも5着から、勝っちゃったり、1着だったり、今回いいと思いますよ、4着だったり。前走はじゃあ、久々という面に、もうすべての範囲を見出しといても問題ないということですか。それだけじゃないと思うんで、馬場も結構ペルシャにとっては走りにくそうな馬場でしたし。タベルでやっぱり1キロ背負ってますんでね、その分もあったと思いますし、もちろん久々っていうのが一番大きな要因なんですけど、次は斤量も一緒ですし、使った上積みもいいし、あとは馬場がね、両馬だったら巻き返せると思いますし、3歳の早い時期から先生にこうして、ペルシアンも、アルワインも見せていただいたんですけども、どうなんですか、馬っていうのは、もう今ぐらいが一番ピーク、完成度が高い時期なんですか。それ個体差あるんですけどね、6歳ぐらいでピーク迎える馬もいれば、3歳でピーク迎える馬もいますし、ペルシャンに関して言えば、もともと完成度高かったんでね、3歳秋でももう十分に完成の域には達してましたけども、それでもまだ奥行きがありそうな感じしますね、まだ成長してるっていう感じです。まだ今も成長曲線の中に、そうですよね、体もさらに良くなってきてますんで。マイル王になってますから、どうしてもその距離というところもあるんでしょうけれど、皐月賞も走ってますし、去年の大阪も2着ですから、でも先生の感覚では2000がベストではないんですか。やっぱりマイルだと思いますね、マイルの方がこの馬の切れ味、発揮しやすいですし、そこは見せてないですよね、マイルではね。去年のマイルチャンピオンもね、ちょっと勝てなかったんですけどね、勝ち馬のジョッキー、うまくこう。進路妨害じゃないですけどね、うまくこう締められた分、ペルシアン自身ちょっと減速してるんでね、その分、負けたって感じだったんで、力負けではなかったですし、去年の大阪杯2着、皐月賞も2着来てますけども、割となんていうんですかね、足をためたレースをして、皐月賞も好位にいたんですが、ちょっと4コーナーで窮屈になって、あそこでちょっと動けなかった分、しまい伸びたところがありましたし。器用なんでね、にしてもこなしてるっていう感じだと思いますよ。さあ、それでは、強敵もたくさんいるカテゴリーですけれども、マイル王として挑まれる一戦です。最後の投稿をお聞かせください。そうですね、去年はね、一つも勝たすことできなかったのでね。3歳でマイルチャンピオンを勝った馬は小馬になって対戦してる馬だったんですので、なんとかこうでしっかりもう一度今年ね G1 取って。3歳マイルチャンピオン勝ち馬は小馬になっても達成するということを証明したいですよね。ぜひ期待しております。池井調教師でした。